サンティノ・クアランタは、アメリカ合衆国、ボルチモア出身の元プロサッカー選手。元、サッカーアメリカ合衆国代表。現役時代のポジションは FW、イングアカデミー出身。2001年の MLS スーパードラフトで DC ユナイテッドの一位指名を受け入団。この時わずか16歳と4ヶ月で、フレディア・ドゥーに更新されるまでは、MLS 最年少記録だった。 2006年8月、ロサンゼルスギャラクシーに移籍。2007年6月、ニューヨークレッドブルズに移籍。2008年6月、フルス DC ユナイテッドに復帰。2011年シーズン終了をもって現役を引退した。2003年11月、U-20 代表の一員として UAE で開催された 2003FIFA ワールドユース選手権に参加した。 2005コンカカーフゴールドカップのキューバ戦でフル代表デビュー。決勝のパナマ戦では PK を成功させ3回目の優勝に貢献した。2009コンカカーフゴールドカップではホンジュラス戦でゴールを挙げた。2014年2月19日、US セルプレミアデベロップメントリーグに所属するボルチモア・ボヘミアンズの監督に就任した。ありがとうございます。